こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日は GD フリッカーズさんと、ネオファンタスティックさんをお迎えいたしまして、ライブでございますよ。金曜日なのにたくさん集まっていただきありがとうございます。我々トップバッター、ベビーブラザーズが。ご参加しております。ただいま。どこ行っちゃった？ちょっと流行り病にかかりまして。ちょっと痩せた？痩せた。大丈夫？うわ、まあそれもあるけど、まあまあまあ。なんかいろいろちょっとごちゃになるからやめちゃおうもん、とりあえず。うちはネタやめよう。もう今無敵状態でよろお伝えし、お送りします。そうですね。それではやりましょうか。皆さんじゃあよろしくお願いします。ベビーブラザーズです。大丈夫、カモン。そこが僕たちのアジトさ。街のリアジレの裏通り、今にも崩れそうなライブが赤いネオンカーがじりじり音を立てる。そこが僕たちのアジトさ。いきなりやってきて、その引き金を引いたのさ。願いが僕のことを嫌いでも、僕は世界のことが好きだ。こたつの王様教えておくれよ。僕は落書きを眺めてた。首飾りを探し
終わって9月に入ってコロナも落ち着いてきてね、10月からはいろんなものが値上がりするそうですけどもね、カバレーブンスドリンク値上げせずに頑張っております。どうぞ皆さん一杯でも多く飲んでいただくために値上げせず頑張っております。来年からは分かりません。あ、値上げした方がいいぞ。ごめん、差し入れありがとうございました。お見せいただきました。ありがとうございます。そうですね、まあ、じゃあね、まあ、我々トップバッターで前座ということなんで、今日はねちゃっちゃいきたいと思いますが、次のする曲はあのね、新曲というか最近一番最近作った曲で、俺ずっとベースボーカルばっかり最近やってたんですよね。でもこの曲を作ったら自分で作ったのにベースを弾きながら歌いきらなかったの。でベースを入れて最近はよくライブをやってるんですけど、今日はベースがいないので練習してきました。ヒカルはもう首にした。いや嘘、そんなことない、首にはしてませんけどね。今日はなんかこう女のことで忙しいみたいなんで、まだ若いんでね。多分おらんないね、方かな。まあ、いいや、そうか、話だ。どうでもいいわ。じゃあ聴いてください、ロックンロールの夢の中。踊り続けて最後の夜を忘れ
ことがあればいいな。優しい嘘を思い出に眠りたい。君が残した明日へ歌うよ。時々空へ飛んでゆけ。君が残した明日へ歌うよ。時々空へ溶けてゆく。
周りだぜ僕のレコード」「さあ周りだぜ僕のレコード」「どっかで聞いていてほしいな」いいバンド出てきますんでね、もう少し辛抱ですよ、じゃあ行きましょうか。はい、弾けない今日も。
ね、どうもありがとうございました。我々 BB ブラザーズは次の曲で最後になりますが、次はネオファンタスティックさんと GD フリッカーズさんと続きますんで、最後まで楽しんで帰ってください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。音楽をさ、始める時にやっぱり衝動みたいなものがあるじゃないですか。皆さんね、音楽好きになったきっかけがあると思うんですけど、最後にやる曲は、僕が中学生くらいの時にブルースブラザーズという映画を見て、俺もこんな風にバンドがしてえなと思って作った曲です。聴いてください。最後ありがとうございました。 BB ブラザーズでした。Bye.